はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、リクエストが特に多かった点と直線の距離の公式を必ず一発で覚えられる方法を解説していきます。まあ、このね、点と直線の距離の公式、こういうやつで初めて見たらもう面食らえますよね。こんなの覚えられるわけがない。なんとか詰め込んで定期テストにね、間に合わせても1週間後にはもう完全に忘れてる、そんな公式だと思うんですけど、今回の授業を聞いてもらえればもう自然とスッと頭に入ってきます。しかもこのね、公式もう一生忘れなくなります。まあ、このね、数式としてもうパッとね、与えられると全くわけわかんないんだけど、しっかりとまずこの式を日本語で翻訳してあげて、3つのポイントでこの式に意味を与えてあげる。もうこれだけでね、点と直線の距離に関する理解っていうのがもう段違いに変わってくるので、ぜひこの動画を最後まで見てこの公式をマスターしてほしいなと思います。それでは早速やっていきましょう。まずね、点と直線の距離って何かというと、直線 AX プラス BY プラス C イコール0、こういう直線と点 X0Y0 の距離 D はこのように表されますよと。まあ、このね、公式覚えられるわけないので、日本語に翻訳していきましょう。どう翻訳するかというと、まず分母は傾きの三平方で翻訳してあげる。まあ、これについてね、後で説明します。で、分子の方は代入、もうこれだけなので、この公式っていうのは傾きの三平方分の代入と、こういう形で表されるっていうことを押さえておきましょう。ただね、今の時点だと何のことっていうふうになると思うので、このね、式の意味について3つの観点から見ていきます。この3つの観点を押さえれば、もうこのね、点と直線の公式がもう見る見るわかる。あ、こういう風になってるのねっていうのがすごくね、腑に落ちます。じゃあね、具体的なね、場合について見ていきます。今 x プラス 2y マイナス4イコール0、こういう直線があった時、まず考えてほしいのがこの点21、この点と直線の距離と。で、この点っていうのは実はですね、この直線上にある点なんですよ。ということで、まず着眼点丸1が直線上の点を考えてみる。このね、点21がなぜ x プラス 2y マイナス4イコール0の上にあるか分かるかって言ったら、これって21、この点をこの左辺に代入したと。代入した時にイコール0になるから、 x プラス 2y マイナス4イコール0に x イコール 2y イコール1代入して成り立ちますよと。つまり左辺に代入した時に値が0になる、こういう関係が成り立ってるわけですね。なので、まあ距離がね、D イコール0の時っていうのは、まあ代入が0ね。代入が0の時は D イコール0になりますよっていうことがわかるんだけど、逆に言えば、この代入した値っていうのは、何かね、よくわかんないけど、代入した値が大きければ大きいほど、この直線より離れてるよと。だから、この代入した値っていうのは、どれだけ直線から離れてるか、どれだけ直線から遠いかの一つの指標になりそうだなっていうことはね、想像つきますよね。直線上の点は代入したらゼロだから。ということで、まあ分子にね、こういうふうに代入したものが来そうだっていうことはなんとなくわかるはず。で、一応ね、これ絶対値がついてるのは代入した値が負の場合もあるけど、距離 D っていうのは絶対正の値を取るから、まあ、これがね、上向きに離れてようが下向きに離れてようが絶対 D がね、正になるために絶対値を取りますよと。これが分子の話。じゃあ続いて傾きの三平方について、これはポイントとしては斜めの長さであること。これは具体的には X プラス 2Y マイナス4イコール0と点35の距離を考えてみる。そうすると求めたいのはここの D ですよね。で、ここでね、求めたい D っていうのは、こういうふうに斜めの長さなわけですよ。とすると、まあ、斜めの長さを求めるときは、このように直角三角形を作って、X 座標の差と Y 座標の差っていうのを求めてあげて、その三平方を求めてあげるわけですよね。とすると、ここのね、X 座標の差と Y 座標の差って、
まあどうやらね、傾きに関するところ、例えば傾きが2分の3だったら2行って3上がるみたいな傾き関係のところだなと。傾きに関連する値が出てくるなと。これはイメージですよ。じゃあこの A、B、C、X0、Y0 において傾きに関連するところってどこだろうって言ったら、これは X と Y の係数ですよね。これを Y イコールっていう形にすれば、y イコールマイナス2分の 1x プラス2で、マイナス2分の1が傾きだっていうことは分かるわけだけど、これっていうのは結局 x の前の係数と y の前の係数の部分が影響してるよと。まあ実はですね、数 b のベクトルをやれば、この形 a と b っていうのがそのままこの直線の方線ベクトルに対応するっていう話があるんですけど、まあとりあえずはね、傾きに影響するのがこの1と2、まあ a と b に対応するところで、斜めの長さなんだから、これは三平方を使うよねと。まあ、こんな感じで、丸一と丸二のイメージをね、持ってあげれば、あ、ルート A2 乗プラス B2 乗出てきてほしいよな、あ、代入出てきてほしいよな、っていうのがわかるはずなんだけど、まあ、じゃあこれなんで割るのとか言われたら、まあ、これ実はね、厳密に証明しないとわからないわけですよ。ただ、もう一つね、見方があって、それが、三つ目。A、B、C を競売しても成り立ちますよと。これが三つ目ですね。どういうことかというと、今直線 x プラス 2y マイナス4イコール0と3号の距離って考えたんだけど、この x プラス 2y マイナス4っていうのをそのまま2倍して、両辺2倍して 2x プラス 4y マイナス8イコール0っていう風に変換しても、結局全く同じ直線を表すわけじゃないですか。で、この 2,4 マイナス8についても同じようにこの公式に当てはめて、同じ答えが出ないとおかしいわけですよね。だって直線変わってないから、この D っていうのは変わりようないからね。とすると、これね、なんとなくルートが入ってる、入んなきゃねおかしいっていうこともわかるんですけど、今 A と B と C、 この直線の部分を丸々競売するっていうふうに考えたときに、分母と分子がどうなるかって見てあげると、分子は A も B も C も競売されるから全部でね競売されますよと。一方で分母はって言われたら、 A も B も競売されるわけだから、 A2 乗と B2 乗は K の2乗倍されるわけだけど、ルートが入ることによってちょうどね K2 乗倍のルートで競売になると。ということで、分母分子ともに競売になった結果、約分されて、いい感じね、同じ D の値が出てくると。だから分母も分子も競売されて同じ値が出てくるためには、例えばね、ここにルートっていうのを忘れちゃダメですね。ルートなかったら分母 K2 乗倍になっちゃって、同じ D の値が出てこなくなっちゃうから、その時点で、あれ、あ、これルートって必要だったなってことがわかると。この3つの観点をしっかりとね、持ってあげれば、このね、点と直線の公式に意味がね、すごく備わってくるんじゃないかなと思います。まずは、ここの代入。ね、傾きの三平方分の代入なんだけど、この代入っていうのは、この直線からどれだけ離れてるかなっていう指標になりそうだ。で、これね、斜めの長さだから、まあ、傾きの部分の三平方が来てほしい。で、確かにこのね、式っていうのは、A と B と C を競売しても成り立つなと。こういうふうに理解してあげれば、この式、一生忘れないですよね。それじゃあ最後にサクッと具体例を見ていきます。直線 Y イコール 3X マイナス1を点 1マイナス3の距離。まあこれはただの公式ですよね。この直線をこのようにイコール0の形にまずしてあげる。じゃあ、公式を使ってあげるわけだけど、ね、さっきの見方。まずは分母に傾きの三平方が来ると、傾きに対応するのはこの x と y のこの部分ね。だから、ルート3の2乗、だから9たす、まあマイナス1の2乗、だから9たす1と。で、分子の方は代入で、この点を代入しますよと。ということで、3×1、だから3、引く、マイナス、y にマイナス3入れたら、プラス3になると。で、マイナス1。で、代入したものが、このね、距離の指標になりますよと。よって計算して、ルート10分の5で、答え、2分のルート10という風になるわけです。こんな感じで、先ほどのね、話っていうのを一個一個ね、意味として理解して、あ、傾きのルート分のこの代入したものっていう風に抑えることによって、点と直線の距離っていうのを非常にね理解することができて、この式覚えなきゃっていう風にもうならないんですね。
まあ、あとはね、皆さんぜひね、いろんな演習を通して、あ、本当にこうなってるな、ということを確認してもらえれば、もう点と直線の距離はバッチリです。ということで今回、特にリクエストが多かった点と直線の距離について解説してきました。他にも、これ分かりづらいから解説してっていうね、単元があったら、ぜひね、コメントで教えてください。あとね、ぜひチャンネル登録と高評価もね、励みになるので、ぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。